2回の裏になります。イーグルスの攻撃、5番バッター伊藤。イーグルス1点リードで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずはリードを広げていきたいですね。そうですね、序盤でもう 2,3 点取っておきたいところですね。そうですよね、相手にプレッシャーをかけておきたいですね。際どいコース見送っています。まっすぐで空振りを取ります。2ストライク2ボールと追い込んでいます。ドカーン、これは行くでしょうね。スタンド一直線、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。追い込まれてからのストレート、思い切り引っ張ってスタンド深くまで運んでいきました。追加点が入りました。楽天イーグルス2対0になりました。ここ一番の集中力が光ります。その差を2点と開いています。ベンチではチームメイトに祝福され喜びを分かち合っています。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、ナイスバッティングですね。早いイニングからゲームを楽にできそうです。バッターボックスには5番伊藤。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心に考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。ストライクになります。これが3球目、ボールになります。打った、さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで。